トルコ航空 DC-10 パリ墜落事故は1974年3月3日にフランスで発生したトルコ航空981便のマクドネルダグラス DC-10 から10が墜落した航空事故である。事故の発端は閉鎖が不完全だった貨物室のドアが機体の上昇に伴う機内予圧と機外の気圧の圧力差の拡大に耐えきれずに脱落したことである。 これに伴い貨物室内で急減圧が発生し、客室との気圧差で後部客席の床が破壊され、床下を通るコントロールラインが切断され、その結果機体の方向だ、昇降だ、ビブエンジンの制御ができなくなり、操縦不能に陥り墜落したものであった。事故機の TC JAB5 機は1972年にダグラス社が日本の全日空向けに製造したものの、 ロッキード L-1011 トライスター採用によりキャンセルされた機体であり、在庫となった機体の処置に困ったダグラス社がトルコ航空に破格の条件で販売したものであった。この事故は300人以上が登場した大型旅客機としては初の大事故となった。また、1977年3月27日にテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故が起こるまでは、 世界最大の航空事故であり、1985年8月12日に JAL123 便事故が発生するまで単独機航空事故として世界最大の死亡事故だった。2021年現在でも1996年11月12日に発生したニューデリー空中衝突事故に次ぐ4番目に大きな航空事故である。事故現場には、 現在、慰霊碑が建てられている。事故の約1年前に撮影された、事故期1974年3月3日、当日は、ブリティッシュエアウェイズのストライキがあり、数少ない運行便は混雑していた。トルコ航空981便も、航空会社職員のミスで一部乗客の案内が行われずに、若干の空席があったものの、ほぼ満席となっていた。 トルコイスタンブールを出発し、パリを経由して、最終目的地であるイギリス・ロンドンに向かうため、オルリー国際空港を離陸した。異常事態の発生は、離陸から10分後、高度12000フィートに達した時だった。突然貨物室ドアが吹き飛んで、日本人、乗客6人が座席ごと吸い出された。また、貨物室の減圧で客室床が陥没し、 床下を通っていたコントロールラインが破損したため完全に操縦不能に陥った。吹き飛んだドアが水平尾翼に接触、機種が下がってエンジン水力も低下し、左に大きく傾きながら急降下し始めた。この時、出発地のウルリー国際空港のレーダーで捉えた981便の機影が分裂したのが観察された。一つはその場に留まったまま消滅し、 もう一つは、左方向へ旋回し始めた。管制官は981便に呼びかけたが、981便からは、混乱したトルコ語の会話及び、速度逸脱警報音と、航路逸脱警報音が聞こえるだけであった。混乱した、会話の内容は後に副操縦士の発した、機体が爆発したと判明した。そして異常発生から約1分後の午後12時40分。 981便は、時速430ノットの高速で、パリの北東約37キロメートルのオワーズ県、サンリス近郊のエルムノンビルの森に岸をわずかに下に向けた状態で墜落し、100メートル700メートルに渡って木々をなぎ倒した。機体は一部の破片を除いて無人に砕け散り、事故現場は犠牲者のちぎれた体や内臓が散乱する凄惨な様相を呈した。 事故現場に建てられた犠牲者の慰霊碑この事故で、乗員12名、乗客334名の合わせて346名全員が犠牲になった。犠牲者の中には48名の日本人が含まれており、その多くがこの春から就職する内定者の団体ツアーで欧州への研修旅行の途中で悲劇に見舞われたものであった。また、 1964年東京オリンピックの400メートルハードル及び400メートルリレーで銀メダルを取ったイギリスの陸上選手ジョン・クーパーも犠牲となった。これらの犠牲者の遺体は高速で森に激突したために損傷がひどく遺族には遺品のみが手渡され遺体を集めてダビに付した後に遺骨及び消毒した現場の土を各遺族へ分けるという方法が採用された。 現場からは約2万個の人体の断片が回収されたが、外観から判別が可能だったのは、上記の6人を含む40体のみで、最終的に9人は判別不能に終わった。日本人は48人中33人の身元が判明し、残る15人についても未確認遺体をダビに付した上で遺族に分骨された。墜落現場事故期は、離陸10分後、 パリから北へ1 5トル離れたサンパット村上空、高度11500フィートまで上昇した時に、ロックが不完全だった左側後部貨物室ドアが、客室の余圧により吹き飛ばされて、急減圧が起こった。この時に、パイロットが持っていたマニュアルが壁に叩きつけられる音が、コックピットボイスレコーダーに収録されている。貨物室の減圧に伴い客室の床が破壊され、 乗客6名が座席ごと空中に放り出された。また、床下を通るコントロールラインが切断されて、方向だ、昇降だ、ビブエンジンの制御が不可能になり、操縦不能のままドアの脱落から1分17秒後に430ノットの速さで墜落に至った。この事故の2年近く前の1972年6月12日には、アメリカン航空の d c 1から十の 後部貨物ドアが飛行中に脱落し、客室床の一部が陥没し、コントロールラインが損傷を受ける事故が発生している。この事故では、乗客が少なく、幸いわずかに操縦が可能であったため犠牲者を出すことなく緊急着陸に成功した。この事故を調査した国家運輸安全委員会の勧告を受けて、アメリカの連邦航空局は、 DC-10 の後部貨物ドアのロック機構に関する AD を出そうとしたが、この頃、大統領選にあたって、ニクソン大統領がダグラス社からの資金提供を期待していたと言われ、政治的意図により FAA 上総部によって握りつぶされていた。実は製造メーカーのダグラス社は一号機生産中の予圧試験の段階からこの欠陥を認識していながら、設計変更等を行うことなく、 簡単な回収を加えただけで販売を継続していた。マクドネル・ダグラス社は、アメリカン航空の急減圧事故発生後、全 d c 1 0の後部カーゴドアに回収を加えたとしているが、事故機のように製造記録書類の上で回収済みとなっているにもかかわらず、実際には回収されていないものまであったことが分かった。このことから、ダグラス社が、 自社の製品の欠陥を認識しておきながら、安全よりも営業実績を優先したとして、厳しい批判を浴びることになり、アメリカの連邦議会でも追求されることになった。事故の直接原因は、貨物室ドア動作用のモーターのトルク不足により、ドアが閉まりきらない可能性があったという欠陥。貨物ドアが閉まりきっていないにもかかわらず操縦室の確認灯が消灯してしまう欠陥。 ロック機構の強度が不十分なためロックできてなくてもドアを閉じることができてしまう欠陥というアメリカン航空96便と同様の欠陥を回収しなかったことおよび正しい手順で貨物ドアをロックしなかった地上スタッフに起因するとされた。地上スタッフはトルコ語、ドイツ語、フランス語を読解することができたがドアの注意書きが書かれていた英語を読解することができなかった。 この事故を契機に DC-10 のコントロールケーブルの配置は仮に客室床の陥没が発生しても切断されないよう胴体サイドに変更された。また、急減圧の際にも客室床が破壊されることがないように DC-10 をはじめとする大型機の客室床の強度を増し貨物室と客室の間に気圧差が生じないように空気抜きの穴が設置されるようになった。 ありがとうございます。